大和守家の挑発を逆手に取り、野戦軍を撃破。また下軍の国衆水野氏の危機に対し自ら出陣し、今川家が築いた村騎城を葬った。そして大和守家の内紛に乗じて守護を味方にし、清洲城を乗っ取り、尾張下四郡を手に入れた。着実に実績を積み上げた織田信長。そんな信長に新たな試練が襲いかかる。長良川の戦い。美濃の斎藤道山には長男義辰、次男孫四郎、三男喜平次と3人の息子がいたが、長男を差し置き弟2人を尊重した。見かねた斎藤義辰は仮病を使い寝込んでいることにし、1556年1月3日弟2人を呼び寄せた。重病と聞き義辰のもとに見舞いに訪れた弟2人はあっけなく姫の広大に切り殺された。それを知らされた道山は1556年5月8日軍勢を集め鶴山に陣を敷くも、国衆の支持が得られず数が少なかった。婿の信長も木曽川、飛騨川を渡り倉坊に陣を敷いた。対する義辰は5月10日の8時頃西北に向かって軍勢を動かし、道山も鶴山を降り、両軍は長良川の川岸で激突した。義辰勢の竹越重直の一隊600ほどの兵が道山勢に襲いかかるも、道山勢に切り負け、竹越重直は討ち取られた。ついで義辰本隊が道山勢との前を追い詰め、両軍を互いに陣を整え退治した。ここで義辰勢の長屋陣右衛門と道山勢の柴田角内との一騎打ちが始まった。柴田角内が勝利を語り、それと同時に双方がかかり合い入り乱れた乱戦になった。義辰勢の長井忠左衛門が道山と切り結び生け捕りにしようとしていたところ、同じく義辰勢の小牧源太が道山に襲いかかり首を取り、合戦は義辰側の勝利に終わった。その後義辰勢は首実験をしてから信長勢のいる陣所に向かい、両軍は河原で激突した。信長勢の山口取手之助、土方彦三郎が討ち死にし、森吉成も切り結んだ戦国魔大寺に膝近くを切られ引き下がった。道山の死を聞いた信長は全軍川を越えて引き上げた。この結果信長は大きな後ろ盾を失うことになり、美濃とは敵対関係になった。相次ぐ離反。岩倉の守護代伊勢の神家はかつては大和の神家と尾張を二分し神四軍を支配していたが、この頃の勢力は岩倉近辺に限られた様子である。信長の敗戦を聞いた岩倉の守護代伊勢の神家の織田信康は義辰に同調し信長に敵対する。信長の清洲の近くの下野郷を焼き討ちしたのである。信長はすぐさま信康の岩倉近辺の地業地を焼き払い、その日のうちに兵を引き払った。しばらくして清洲の隣五律の郷に正源寺という寺があり、要害の地であったため岩倉方が砦にすると噂があった。そこで信長は清洲の町民を集め正源寺の藪を切り払おうとした。岩倉勢がそれに呼応し3000ばかりの兵を出陣させてきた。信長勢は騎馬83騎ばかりで町民に竹槍を持たせ急ぎ足軽を集めた。両軍は小競り合いをして互いに軍を引いた。信長の腹違いの兄である織田信広は美濃の斎藤義辰と結び謀反を企んだ。義辰勢が尾張国境を脅かすとすぐに信長は出陣する。私は清洲の町を通過すると毎度留守番の沢木藤右衛門が出てきて接待をするので、次は沢木を殺害し城を乗っ取ります。
合図にのろしを上げたら、私の軍勢と身の勢で信長を挟み撃ちにしようと英訳したのである。ある日、義達勢が国境の川岸付近に集結するも、信長は敵がいつもより気合が抜けていることに気づき、留守番の騒ぎに城から出ないように厳命した。信弘は信長の出陣を聞き、手勢を率いて清須に向かうも入城できず、急いで撤兵した。義達勢もそれを聞き、兵を引き、信長も帰陣した。伊能の戦い。信長の筆頭家老である名古屋城城主林秀貞、その弟の林今坂の神と柴田勝家は、信長を見限り嫡出の弟末盛城主の信勝を盛り立てようと企むようになった。3人の指示を得た信勝は、信長の直轄領である篠木山郷を奪い取り、さらに庄内川の際に砦を築いて川の東側も奪取しようとした。それを聞いた信長は、1556年9月25日、庄内川を渡った夏香に先んじて砦を築き、佐久間盛重を守備につかせた。翌26日、信勝方は、雨で水かさが増え、夏香の砦の工事も遺憾であると考え動いた。信勝の名代として、柴田勝家の兵1000ほど、林美政香の神が手勢700を率いて出陣した。対する信長も翌27日、清須から兵700を率いて出陣した。信長が庄内川を渡った時点で、柴田勝家が東から、林美政香の神が南から信長の軍勢に向かって攻めてきた。ちょうどお昼頃、信長の軍勢は柴田隊に襲いかかり、柴田勝家は山田千武左衛門を討ち取るも、勝家自身も手傷を負った。さらに信長方はさっさ孫助も討たれるなど兵力差で押され気味になるも、信長自身が柴田勢を大声叱責すると、敵方といえど元は身内の者であったため、ひるみ逃げ崩れ、形勢は逆転した。柴田隊が崩れると、すぐさま信長は軍勢を南に向け林隊に襲いかかった。黒田官兵と林美政香の神が長時間にわたって切り結び、官兵が左手を切り落とされたところで信長が駆けつけ、美政香の神に挑んだ。信長は美政香の神を突きつけて首を取ったところで勝敗は決した。信長勢は逃げ出した柴田隊、林隊を追撃し、さらに何人も討ち取り、清須へ帰陣した。信長方は林美政香の神をはじめ、鎌田助之丞、富野左京之進、山口又次郎、橋本十三、角田信吾、大脇虎蔵、川辺平四郎等歴々の首450ほど打った。その後、末盛と名古屋に籠城した信勝方に対して信長は、時々城近くまでは攻め込んでは町を焼き払った。信長の母は末盛の城で信勝と一緒に住んでおり、清須から村井定勝、島田秀光両名を末盛に呼び、信長に詫び事を伝えさせた。これにより信長は末盛と名古屋の領城を許すことにした。後に信勝、柴田勝家、都築クラウドと母の土田氏が清須を訪れ、信長に礼を言った。浮野の戦い。1558年、岩倉の守護代の織田信康は長男信方を拝し、次男信家に継がせようとし、長男信方と不和になったが逆追い出されてしまったのである。信長はこの内紛を見逃さなかった。清須から岩倉城に直線に進むと両替に当たるため、迂回し岩倉の北西浮野に進み、援軍であるいとこの井上山城城主織田信清の軍勢と合流するため陣を敷いた。対する岩倉の織田信方は3000もの兵を集め、8月25日の正午、信長勢に襲いかかった。数時間の激闘の末、信長・信清勢は信
信方勢を突き崩し、岩倉城に追い返した。翌日、信長勢は清須に帰還し、首実験をしたところ、岩倉勢の首は弓の名手、林弥次郎をはじめ、屈強な侍1250以上あったという。弟信勝の死。一度は反抗して許された信長の弟の信勝は再び反抗の気配が見えた。龍泉寺を城に改造し、岩倉と結び、信長の直轄領である篠木三郷を横領しようと企んだのである。また信勝は家臣の都築蔵人を贔屓にし、良い部下を配下につけた。思い上がった都築は柴田勝家をないがしろにするようになり、無念に思った勝家は信勝を離れ、信長に信勝が謀反を企んでいる旨を伝えた。それ以降信長は病を装い外に出なくなった。母と勝家から勧められ、信勝は清洲城に見舞いに行くと、あっさり信長の家臣に誅殺されたのである。しかし林秀貞と柴田勝家は罪を許された。岩倉攻め。1559年春、信長は岩倉城を攻撃した。城下に火を放ち、城を丸裸にした上で四方に獅子垣を二重三重に巡らし、兵を交代で見張らせ、本格的な包囲戦に入った。包囲戦が 2,3 ヶ月経った頃、信長は火や鉄砲を放って力攻めに移行し、城内に攻め込んだ。後の戦いで既に大勢の家臣を撃たれていた信方は守りきれないと判断し、城を明け渡し、将兵は散り散りになって退散した。信長は岩倉城を破却し、清洲城に帰還した。この戦いの結果、信長は守護代伊勢の神家を葬り、尾張の大半を城中に収めることができた。ご視聴ありがとうございました。信長の戦いはまだまだ続く。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。